レモングラスはイネ科オガルカや属の多年層。アジア料理及びカリブ料理でよく使用されるハーブ。タイのスープトムヤムクンなどの料理の香り付けに用いられたり、ティーとして利用される。水蒸気蒸留法で得られる精油は食品や飲料、香水に添加される。精油は禁煙種と区別するために、本種をウエストインディアンレモングラスと呼ぶこともある。 南インド、スリランカ、東南アジアに多く生息する。高さが1.5メートルほどになり、細長い1メートルにもなる葉をつける。レモンの香味成分であるシトラールを含有しているため、レモンのようなフレッシュな風味がある。乾燥させて粉末にしたり、あるいは生のまま使用される。主な使用法は、ハーブ機、スープ、カレーで、鶏肉や、魚、シーフードともよく合う。 精油は世界中で多く利用されていて、香料として食品、香水に利用される。精油を使った両方アロマテラピーに用いられるが、潜在的な皮膚観察性が他の精油よりはるかに大きく使用する利点もないため、マッサージなど概要は行われない。精油の方向には人の脳を刺激する作用があり、控えめになら、 方向をアロマテラピーに利用することもできる。また、虫が嫌う匂いでもあり、虫よけスプレーに使われる。オガルカや族には50種以上の種がある。本種はおそらく、マレーシア原産であり、イーストインディアンレモングラスは、インド、スリランカ、ミャンマー、タイ原産である。本種の方が料理に適している。また、インドでは、伝統医学、アーユルベーダで、伝染病。 発熱、鎮静剤、殺虫剤として用いられたり、香料として使われる。他の香料用の種として、シーマティーニや、シトロネラ油が得られるジャワシトロネラ草などがある。また、虫よけ効果があるとされる香水ガヤなどもオガルカや、俗に含まれる。基本ハーブの自転東稿動出版、北野作子2005年。 P224ABC マリアリスバルチンチョアロマセラピーサイエンス田辺和子松村厚生管役フレグランスジャーナル社2011年ありがとうございます